はいどうも、村山です。本日は三宮の方で食べ歩きに行っております。それでは早速行ってみたいと思います。餃子部さん、とても美味しかったです。あの餃子の方もニンニクありとなし選べるんですけれども、私はもちろんニンニクありを選びました。とてもガツンとくる味でした。あとね、タレの方もあの味噌だれの、タレと、あとニンニクオイルかな、こちらの方をつけて食べることができるんですけれども、あのニンニクのオイル、こちらも
とても美味しくて、ニンニクニンニクになっちゃいました。とても美味しかったです。あとまあ餃子以外もとてもナムルとかそういったものも充実してるんで、まあ、ハイボールにも合うし、あとビールもあるんで、まあ、あのお酒飲みにはたまらんお店だと思いますんで、場所的には東門街かな、あのところと、あと、北の坂、こちらの間の、 あの細い路地入ったところにあるんで、ちょっと見つけにくいかもしれないですけども、探してみて行ってみる価値はあると思います。私もまた行きます。美味しかったです。それではまた次回の動画よろしくお願いいたします。それでは。